キャノンの一眼レフカメラに付属しているソフト DBP4 の講習会に行ってきましたけど、EOS学園では教材のメモがないということで受講者怒ってましたけど、帰ってきてまた分からないので復習のために録画しておきたいと思います。まず DBP4 ですけども、キャノンのホームページからダウンロードすることができます。インターネットブラウザを立ち上げまして、これがキャノンのホームページですけども、一番上の、左から3つ目サポートダウンロード、サポートダウンロード、ここをダブルクリックします。そうすると左側に商品カテゴリーが選ぶというのが出てきますから、ここでカメラレンズを選びます。すると窓が4つ出てきて、右の上がデジタル一眼レフミラーレス交換レンズとなってますけど、このデジタル一眼レフ、ここをクリックします。商品関連情報のところでダウンロードサービスというのがありますから、ここをクリックします。プロフェッショナルモデル、ハイアマチュアモデルと入れられますから、そこで自分が持っているカメラを選択します。私は EOS70D ですので、自分の持っているカメラをダブルクリックします。そうすると次に Windows のバージョンを切りてきますので、大体今の方は Windows 10の 64bit だと思いますけども、まあ、自分に対応しているソフトのここをダブルクリックします。すると、初めての方はデジタルフォトプロフェッショナル 4.10.20 for Windows というのがありますから、これを選択します。すると右側にダウンロード開始というのが出てきますから、これをクリックします。すると製品のシリアル番号を入力して送信ボタンを押してくださいとありますから、自分のカメラのシリアル番号、これを調べます。このレンズとこういうグラフのようなアイコンが出てきますから、これでインストールは終わりです。それでこれをダブルクリックするとソフトが立ち上がります。